火事が飛び火でやられちゃうんで、今は鉄板で覆ってますけど、そういうところが火薬庫ですね。それでここがね、その昭和の初め頃までおばあちゃん住んでた頃の台所なんですよ。ですから昭和の初めの頃のあれが、あそこのお風呂があってね、はい、で、まあ、茶の間で、まあ、ここにおばあちゃんが住んでたんですね。あ、なるほど。それでここにね、こうやって飾ったんです。うん、でこれどうしてかというと、七福神の中で恵比寿様と大黒天だけが食べ物に対する教えをやってるんです。恵比寿様は鯛を一匹持って、釣竿を一本持って、それで言いますよね。でこれは人間は網でたくさんね魚を取るなと、自分の食べる分だけを取りたいっていう教えからこうなってるわけね。で大黒天は俵2本の上に乗っかってる。でこれも食事はね、人間は俵2本以内にしなさいと教えてなってるんで、この2人の神様だけが食べ物、大黒天が主食、恵比寿さんが副食で、主食と副食のペアということでこういらっしゃるんですね。七福神今盛んにやってますけど、日本の神様は一人だけいるんだけど、わかります？恵比寿さんでしたっけ？そう、あ、よくご存知。恵比寿さんね。それからね、実在した神様は一人だけ。実在？うん。南部曲がりやってます。あ、ここか。じゃあ、こちらへちょっと来てください。そんなにすごいと思わなかった。ここにね、屋敷神がいらっしゃるんですけども、あ、これが最近になって、ね、注目されたんですね。なぜかというとね、三の半兵衛さんって中級武士なんですけどね、三の半兵衛さんがここに住んでた時に、ちょうどアメリカからペルーが軍艦4隻で来たわけです。それで、まあ、大騒ぎになって、で各藩にお前はどこを守れってこう来たわけですね。で川越藩にも来て、それで三の半兵衛さんは中級武士だったんで、お前はもう浦賀に行けって言われて、それでその家族にしてみると、相手がどういう相手か分かんないから生きて帰ってこれないと思ったわけ、うん、それでこの屋敷神の時に神将さんに神頼みをね、旧座を使って、それをここに収めてあったのが出てきたんですよ。で貴重なものなんで、今は向こうに置いてありますけども、まあ、このあれから、はい、それからこのここに井戸があるのはね、川越っていうところは武蔵野丘陵地帯っていって、ちょうど丘陵地帯がここは先端なんですね。それで上杉持友っていう人が、これは工学坊と対立してたんで、工学島で。それで工学坊に対抗するために、自分の家臣だった太田道灌道信親子に江戸城、今の東京ね、江戸城と川越城と岩槻城の3つの城を作ったんですよ。で太田道灌道信は川越のここへ来て、水が大事なんでね、それでここに川越城を作った。でだから今もこれ水出ますしね、川越の方はご存知だかわかんないんだけど、こっちの方に双子池って知ってます？今も15分ぐらいこっち方向にあるんだけど、そこはね、今もね、ふんふんと地下水に出てますから、はい、ここはもちろん、お城の方が、はい、山みたいなとこあるのかな、こっち側に。双子池、うん、双子池ってね、琵琶橋って知ってます？新河岸川の琵琶橋、はい、橋の近くですよ。ね、じゃあこちらの方どうぞ。面白いね。その辺なんだ。川越藩に御殿医って言って27年ぐらいいたんですね。
で、ここにいた石原さんというのは筆頭の御殿医だったんですよ。で、その頃の御殿医というのは漢方が主体なんで、ここがね、薬草園の跡なんですね。で、ここに形でいろんな薬草を入れて、それでこれで、まあ、治療してた、はい、それからね、これがね、ね、はい、目が出てきますから50年前。それからここはね、すごいな。ここに板の間が見えますか。あそこに板の間。あの板の間はね、切腹の間って言われてるんですよ。で、切腹の間っていうのは、ね、切腹すると血がドバッと出るんで、その下にね、血を受ける受け皿がついてるんですよ。で、あれね、正式に切腹の間として残ってるんですね。そこの板の間です。ここ、そこですね、奥、電話のある方じゃないですか。そこで、そこ、ここは茶の間で、向こう、奥が仏間ですね。あの板の下に皿があるんですか。そう、そうです。あら、下に。それでね、まあ、まだ今、武家住宅、全国あちこちありますよね。鹿児島の知覧だとかね、秋田の、私もいろいろ行ったけど、武家住宅でこうやって切腹の間がちゃんとして残ってるのはね、今のところ私知ってるのはここだけですよ。へ、ね、非常に珍しいんですよね。塀っていうのは全部空立ちでやってるんです。ですから川越に多いものっていうのはね、4つあるの知ってます。川越に昔から言われてるね、川越に多いのはまずこの空たちね、それから坊主、山伏、医者が昔から川越に多い。医者が多かったんですか。医者が多い。今もね、川越結構医者多いですよ。へ、病院の方が違うし、ね、はい、山伏は熊野神社って、あそこがまあ山伏のね、受け継いです。あそこ。で、ここは長島さんが転んで、ここが河口、赤い河口のね。で、江戸時代ね、富士港っていうのが爆発的に流行ったんですね、富士港。で、富士港っていうのは1年に1回富士山に行かなきゃいけない。だけど富士山に行くの大変なもんだから、みんな富士港の人ここで集まって、それでここで代表者1人だけ決めて、その代表者1人だけが富士山に行って、みんなはここで富士山に行ったことにして拝んでた。それがここにあるんですね。で、こういう一般の家にね、こういうのが残ってるのは非常に珍しい。川越の場合ですとね、16号のあの浅間神社ってあるんです。浅間神社の上へ行くと、富士港の大きなもう穴が開いててね、富士山のあるやつ。で、ああいうふうに大々的にやってるんだけど、ここは一般住宅の中でこういうのがあるっていうのはね、珍しいんですよね。よく都内に富士山のちっちゃいのがあるのは、それも富士港なんですかね。いや、それちょっと分かんないですよね。普通富士港っていうのは富士山の山のあれやるんで、こういうのとか、あとは穴をやって富士の河口をこう模して作ってるんですよ。ですから、その富士山のこういう格好を作ってっていうのはちょっと分かんないですけどね。そう、違う、はい。それからね、こういった話になって、それでそこに切って茶室にしたんですね。これは最近です。そうですね、はい、